米軍の管制官と失業等する航空自衛隊の航空学生航空学生とは日本の航空自衛隊における操縦士や海上自衛隊の航空機操縦士並びに戦術航空士の養成制度及び家庭在学中の自衛官であるものの故障。略称は工学。海上自衛隊の採用者は海上要員航空自衛隊の採用者は 航空要員とも呼ばれる。保安隊航空学校の航空操縦学生航空機が発明されるとなお、おかず軍隊は偵察機として利用し始めた。当時は必要とされる能力の高さから操縦訓練は少年機から開始するべきという考えが提唱され、イギリス軍が1919 19年に設置したロイヤルエアーフォースカレッジグランウェルから優秀な操縦士が誕生した。 これを機に航空機を利用し始めた他国の軍でも同等の早期育成制度を創設した。アメリカでは1907年から操縦士、航空機関士、広報士、爆撃士を早期育成するフライトカデットを開始した。旧日本軍でも航空機の操縦に専念する燃焼者を採用し専門教育の終了後に歌手官として扱う陸軍少年飛行兵と 海軍飛行予下練習生からなる少年航空兵制度を運用し、陸海軍航空部隊においてはこれら家庭の出身操縦士が人員面での中核となった。第二次世界大戦の前後には航空隊を増強するため各国で定員を増やし、戦時中にはパイロットの主力となったが、対戦後期には航空機の進歩に合わせ両方は単純な空戦や、 敵上視察だけでなく、戦略爆撃、戦術偵察、対戦紹介、捜索救難など高度な判断力と権限が求められる任務が増加、アビオニクスの高度化により複雑な機器の操作も要求されるようになったため、早期育成による簡略化された過程では、座学が足りないと考えられるようになった。さらに、 第二次大戦が終結すると操縦士の需要が落ち着いたことで多くの国で早期教育制度が廃止され航空機の操縦は士官学校において航空機の運用全般や戦術理論を学んだ士官に限られるようになった。日本では1951年に警察予備隊がアメリカ陸軍の L-5 導入を決定し準備を開始したが 敗戦による陸海軍の解体から操縦し、教官の育成が停止していたため、第1回 L 操縦学生は、旧陸海軍パイロットで構成され、教官要員でもあった。保安隊に開設された航空学校では1955年に航空操縦学生制度を創設した委院から第1期操縦学生を募集。 6月2日から207名に対してマイナス6練習機を用いての操縦教育が始まった。初期の教官の多くは消費、予科練出身であり、現場での教育方針も、旧軍を踏襲していたため、実質的に制度を引き継いでの再出発であった。海上自衛隊でも操縦士と、戦術航空士の要請が急務であり、予科練出身者が教官を務める。 操縦学生制度を創設した。航空操縦学生は後に航空学生と解消した。民間でも操縦士が不足していたため1954年に航空大学校が創設されたが、航空機上員要請書とは異なり軍事職はなくなり、自衛隊への人材供給も行われていない。現在では操縦士、戦術航空士ともに、 主要な供給源であり、特に操縦士の約70%が航空学生出身である。海上自衛隊は、小月教育航空軍正月教育航空隊、航空自衛隊は、第12飛行教育団航空学生教育群にいて、座学及び実技の教育訓練が行われる。航空学生として入隊すると西に任用され、半年後に一市、一年後に市長、 2年間の航空学生課程終了と同時に、3層に承認。その後は、飛行官部候補生として航空機に搭乗して、訓練を行う。海上自衛隊では、平成29年度より施行として、航空学生課程を1年4ヶ月に短縮している。海上要因は、基礎家庭合格後に固定翼、回転翼、戦術航空士に振り分けられ、機種。 職種ごとに分かれた約2年の訓練過程に進む。全員過程終了後に、事業用操縦士を取得すると、ウィングマークを授与され、正式な操縦士となる。ウィングマーク授与後、副操縦士として、約2年間の部隊勤務を経験する。航空要員は、地上準備過程終了後、T-7 による操縦訓練終了後、 学生の適性に合わせ戦闘機と救難機、輸送機、回転翼機に分かれた過程を終了して、部隊勤務を経験する。海空児ともに入隊から約5年半後に、幹部候補生学校に入校し、約半年間の幹部教育を受ける。卒業後3位に任官し、編隊長や機長となる資格を得るための訓練を行う。1993年度から、 女性の採用を開始し、2015年11月に性別による機種制限を撤廃した。陸上自衛隊は航空学生制度を採用せず、隊員の中から飛行要員の選抜を行う陸層航空操縦学生制度を運用している。陸上自衛隊と海上保安庁は固定翼機操縦士の訓練を海上自衛隊に委託しているため、 海上要員と共に操縦訓練を受ける。アメリカ軍ではカデッツとみなしている。アメリカ海兵隊から説明を受ける航空要員航空要員が初等練習で登場する t-7、海上要員が初等練習で登場する t-5 ただし、現に自衛官である者が航空学生として採用された場合は、そのものの現階級あるいはこれと同意の階級の 海上自衛官もしくは航空自衛官に移動させて、航空学生が命ぜられる。高等学校卒業者、または、中等教育学校卒業者高等専門学校3年次修了者、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められるモノ高等高科学校生徒や条件を満たしていれば、現役自衛官でも受験可能。 陸上自衛隊に在籍する者が合格した場合は一度陸上を退職し、転換先に採用されることとなる。かつては自衛隊生徒からも受験可能だった。試験は第1次から第3次試験まで行われ、段階的に選抜される。途中では独自基準の身体検査も行われる。2次試験までは共通で、3次試験は開示が、 脳波測定など航空身体検査の一部を実施。クルージは医学的性検査と実際に T-7 の操縦を行う操縦的性検査を実施する。身体基準は自衛官候補生とは別に航空身体検査に関する訓令に定められた基準に従うため不定期に改定されている。なお自衛隊の操縦士だけでなく海上保安庁も同じ基準を使用している。 検査項目は民間のパイロットに適用される航空身体検査とほぼ同等であるが視力強制度に制限がありコンタクトレンズは負荷、肺活量がパーセント肺活量ではなく絶対値、慎重に上限があるまた自衛官であるため入れ墨や自殺機との起用歴がチェックされるなどの違いがあるなお視力の基準は年々緩和されており 近年では、遠距離ラガン視力の加減が0.2から0.1に緩和された。視力以外に聴力が基準に達しない者も,もいるという。過去には、強い加速度がかかった際に操縦桿を離さないだけの握力が必要とされたため握力検査もあったが、トレーニングで対応できるため現在は撤廃されている。採用が内定していても、 入隊時に再度航空身体検査を行い、この際に不合格だった場合は、不採用となる。海上保安学校の航空課程と、並びパイロットとして確実に就職できる最短コースであるため受験倍率は非常に高い状態が続いており、航空要員は2013年採用試験では、受験者2823名に対し、 採用者は39名と非常に難関であり、受験者の中には、日本航空高等学校などに在籍し、受験前に、海外で操縦士の資格を取得している者もいる。一度不合格になったが浪人し再度受験する者、防衛大学校、航空大学校、海上保安学校などと併願する者もいる。日本航空高等学校石川の 航空科普通科コースではグライダーでの訓練のほか受験対策として元パイロットの職員や卒業生の自衛官が面接指導を行うなどしている。航空要員の女子は2014年採用が2名、2013年採用は1名で倍率は190倍、2015年は255倍となっている。近年では少子化により自衛官の志願者数が減少しており、 航空学生の志願者数も伸び悩んでいるという。平成30年度採用試験では、会場要員の応募者数が792人であり、採用者数は86人、倍率は9.2倍。航空要員においては応募者数が1955人であり、採用者数は73人、倍率は26.8倍であり。航空学生全体としては、 倍率は17.3倍となっている。海上自衛隊生徒の冬服。胸の生徒識別賞を除いて、海上要員と同等海上要員による、ファンシードリルロイヤルカナディアンエアカデッツ参加者の更新訓練現代では、士官学校や大学で4年間の教育を受けた、卒業生から本人の希望を適正により振り分け、教育部隊で、 操縦訓練を開始するのが基本であり、18歳前後からパイロット要員として直接採用、教育するシステムはイスラエル空軍のイスラエル空軍学校などごく少数である。イギリス空軍には年少者向けの体験プログラムとしてイギリス空軍エアカデッツやグライダーを使って最初等訓練を行うボランティアグライダー学校が存在している。これらの制度は 規律正しい生活の体験やグライダー操縦を通して空軍への関心を持ってもらう広報活動の一環であり、ベン・マーフィーのように入隊してパイロットとなった者も,もいるが、強制されないため民間のパイロットとなるものも多い。カナダなどの英連邦諸国ではイギリスに習い、カナダ空軍エアカデッツのような類似制度で勧誘を行っている。ありがとうございます。